皇帝、マキシミリアンの処刑は、フランスの画家エドゥアールマネが1869年に制作した油絵。メキシコ皇帝、マキシミリアンの処刑を題材にしている。ドイツ・マンハイムのマンハイム私立美術館所蔵。メキシコに再建を有していたフランスが、メキシコ政府の不採棚上げに激怒し、メキシコ本土に出兵して、首都メキシコシティを占領し、 1864年4月10日より、ハプスブルク家で、オーストリア皇帝のフランツ・ヨーゼフ一世の弟で、あるマキシミリアンを、メキシコ皇帝に即位させた。しかし、先住民出身のメキシコ大統領ベニート・フアレスらが巻き返し、1867年5月15日に、マキシミリアンは、逮捕されて定位が取り消され、同年6月19日に、 側近の将軍2名と共に重殺刑に処せられた。この作品はマキシミリアンが処刑される瞬間を描いている。皇帝、マキシミリアンの処刑、皇帝、マキシミリアンの処刑、マキシミリアンらの処刑を写した写真。右からマキシミリアン、ミラモン、メヒアこの作品を完成させる前に、真似は試策を残している。そのうちの一つは、 姉の死後にバラバラにされて売り飛ばされた後、エドガードがにより大部分が復元され、現在ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。構図、服装などは完成版に近いが、処刑場が海岸となっている。もう一つの未完の施策は、ボストン美術館に所蔵されており、銃を持つ兵士の軍服が本来のメキシコ軍のものになっている。ありがとうございます。